え、最新の入店状況ですと言いましても、これはうち、で生まれましたペットミッキンさんです。最初卵を産んで、もう1回前に卵を産んだことがあるんですけどね、その時は帰らなかったですね。で、今回も帰らないだろうと思って気がつかなかった。生まれてましてね、まあ見たいお客様っていうのがいらっしゃいましてね、あのうちで前回来た時に生まれてるよということでね、見たいということで、ちょっと昨日取り出しました。ちょっと早いかなってこっちはね思ったんですよ。目が開いてるかどうかわからなかったんですけどね、もう昨日は開きましたね、目が。これ かろうじて、こっちはもうね、その 2,3 時前に開いてるんですけどね。先ほど餌をやりました。すっかり私はね、まだ小さいから親と思い込んできてるんで、親はあの自由に話し合いなんですよ。うちは仲が良かったから販売しなかったんですけどね、それの子供ですね。親がね、片一方のオスが、白ですね。で、メスがね、パイズですね。白と桜のパイズ。それでその通りに生まれてますね。これはまあ白ですね。で、これがほら、パイズですね。一羽ずつ生まれてますよ。あの、こうやって鳴くとですね、親がね、わかるんですね。ちょっと遠くにおってもね、必ず飛んできます。それでやろうとしますね、餌を。その2羽もね、手乗りなんですよ。あのよく手の指に乗ったりね、肩に飛んできたりは しますからね。この子たちも慣れるといいですけどね、親みたいに。多分慣れると思いますよ。それであの出しっぱなしですからね、あちこちあちこち飛んで回ってます、親は。でもね、夜はあの2羽とも戻ってきます、親はね。昼間はね、片一歩ずつが巣に入ってね、温めてましたよ。ちょっとまあこっちが小さめですけどね、小さい方が好きな方は十分ですけど、餌はよく食べますからね。